MC J リーグの中で家長選手は飛び抜けてうまい気するのですが、家長選手についてどう思いますか飛び抜けてうまいかは分からないですけどね、他の選手は全部見てるわけじゃないし、うまさにも種類がありますからね。まあ、家長に関しては本当失わないし、技術の保険にフィジカル持ってるなみたいな。あとはね、まあ、家長に家長のスタイルがあるしね、なんかそういう中央の選手開けたスペース入ってほてしいなってことか、なんかそこに過ぎないでほしいなみたいなシーンとか結構気になったりしますけどね、今言われると。